マサトです。えー、聖書一日一週の時間となりました。今日はヤク、えー、の手紙の三章ですね。えー、早速、ヤクの手紙の三章を見ていきます。ヤ、え、ク、ー、の手紙三章。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は格別、厳しい裁きを受けるのです。私たちはみんな多くの点で失敗をするのです。 もし言葉で失敗をしない人がいたらその人は体全体も立派に制御できる完全な人です。馬を行するために靴輪をその口にかけると馬の体全体を引き回すことができます。また船を見なさいあのように大きなものが強い風に押されている時でもごく小さな火事によって舵事を取る人の思い通りのところへ持っていかれるのです。 同様に下も小さな器官ですか大きなことを言って誇るんですご覧なさいあのようなあのように小さい火があのようにあのような大きなあ大きい森を燃やします下は火であり不義の世界です下は私の器官の一つですか体全体を汚し人生の車輪を焼きそして下平ナの火によって焼かれますどのようなあ種類の 獣も鳥も羽物も海の生き物も人類によって制せられるしすでに制されています。しかし下を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり死の毒に満ちています。私たちは舌を持って主であり父である方を褒め称え同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟子 このようなことはあってはなりません泉が甘い蜜と苦い水を同じ穴から分け上がらせるというようなことがあるでしょうか私の兄弟子イチジクの木がオリーブの実を鳴らせたりブドウの木がイチジクの実を鳴らせたりするようなことはできることでしょうか塩水が甘い水を出すこともできないことですあなた方のうちで知恵のある 賢い人は誰でしょうかその人はその知恵にふさわしいような行いを良い生き方によって示しなさい。しかし、もしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真摯に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。しかし、 上下の知恵は第一に純真であり次に平和、寛容、温順でありまたあれみと良いみとに満ちエコヒーキがなく見せかけのないものです。木の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます、えー。感謝いたします。えー、薬文の手紙の参照でした。 この聖書の御言葉をあなたの心に魂に、この聖書あなたのもとに、マスアートの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。次回の役の手紙のお4章でお会いいたしましょう。マスアートした終の熱パシャンブルツユシャロム、シャロム。